舞鶴公園は福岡県福岡市中央区にある福岡城の本丸市を中心とする公園。福岡市中心部大堀公園の東部に隣接する位置にあり、市民の憩いの場となっている。城市には約500本の桜が植えられており、毎年春には大勢の花見客で賑わう。福岡城市のある同場所には1871年に 福岡県庁が置かれた。福岡県庁が1876年に福岡市中央区天神に移転した後、旧陸軍第12師団不評、第24連隊駐屯地が置かれるが、第2次世界大戦後、福岡城市連隊跡地をまとめる形で東稿園が設置された。1948年に第3回国民体育大会が開催される際に、 陸軍施設跡地には平和大陸上競技場を設置。翌1949年に平和大野球場などを含め平和大総合運動場が併設され、その他にも続々と公共施設等が建築された。平和大野球場及びその周辺から航路間跡が発見され、周辺を歴史公園として整備する舞鶴城市将来構想に基づく整備計画が 進行している。舞鶴公園と大堀公園に挟まれた地区には、福岡城跡にもかかわらず、個人の住宅が建てられており、旧地住宅と呼ばれている。現在、この構想計画に基づき住宅地の公園化のために、住宅移転が行われているが、立ちのきの同意に時間がかかっている。平和大陸上競技場、テニスコートラグビー場その他スポーツ施設などについては、 現在大体地などの検討を行っている。ありがとうございます。